ス降臨。ブラックマジシャンガール、マグネットウォーリアーガンマ、ビッグシールドガードナーの3体を生贄に捧げ、オシリスよ降臨せよ。XYZ ドラゴンキャノンを生贄に捧げ、破壊神オベリスク、我が絶対の神となりて我が領域に降臨せよ。天地を揺るがす全能たる力によって俺に勝利をもたらすのだ、オベリスクの巨神兵召喚。巨大な力が オベリスクの巨人兵召喚。神への生贄を揃えるつもりか。デビルズ・サンクチュアル、それは神を呼ぶ魔の聖域。ユリは瀬戸から譲り受けたもう一枚のカード、オベリスクを。メタルデビルトークン3体を生贄に捧げる。いでよ破壊神オベリスク。あの3体のモンスターを生贄に。やめろ。さあその姿を現したまえ、オベリスクの巨神兵。聖なる棺に眠りし神の魂よ、今その姿と共によみがえれ、ラーの翼神竜。いでよ崇高なる神。そして3体のハーピーを生贄にラーの翼神竜を召喚するわ。いでよラーの翼神竜。貴様に神が操れると思っているのか。貴様は気づいていない。
神はすでに貴様を操っていることを。これはラーの欲心竜。何かの呪文なの？ユゲ、あれを見ろ。ラーの球体が形を変えていく。これは。能力の一つ。神は正確にテキストを唱えたプレイヤーの忠実なしもべとなる。我が勝利のために起動せよ、ラーの欲心じゃ。これぞラーの欲心竜だ。フィールドの3体の狩猟モンスターを生贄にして、いでよ、ラーの欲心竜。かかったな。トラップカード、歓喜の断末魔発動。何？歓喜の断末魔の効果によって生贄になったモンスターの攻撃力は俺のライフポイントに加算される。そして貴様の生贄モンスターの攻撃力はゼロになる。行くぜ、灼熱の翼で死の抱擁を受けな。マジックカード発動、死者蘇生。デメージを抜け、見つけない作中死者蘇生。ゴッドフェニックス。クイーンズナイト、ジャックスナイト、キングスナイトを生贄に捧げ。まさか、そんな。ヒエラティックテキスト。三体目の神、ラーの欲心竜を召喚する。いでよ、ラーの欲心竜。ラー欲心竜。眠りし神の魂よ、今その姿を蘇らせよ。この者に立ち向かう愚かしさを知らしめるのだ。いでよ、ラーの欲心竜。これが神。ラーの欲心竜。まだ俺のターンは終わってないぜ。手札から速攻魔法ネクロイリュージョンを発動。その効果により、このターン戦闘で破壊された相手モンスター1体を自分のフィールドに特殊召喚できる。まさか貴様。ラーの欲心竜を攻撃表示で召喚。オベリスクの巨神兵、オシリスの天空竜、ラーの欲心竜。
三元神召喚。そして今ファラオの名のもとに神を束ねる。これはなんかいい気持ちだぜ。優しい光。うん、あったけえ。光の創造神ホルアクティ。ホルアクティ。闇を消え失せろ。ジェセル